私、浅川はですね、酪農という言葉を書きました。これは完全なる造語だと思うんですけれども、私自身楽しいことが大好きな人間なので、楽しく生きていきたいなということと、あといろいろ活動的に動いていきたいなという思いがあるので、公私ともに楽しく動く、そんな1年にしていきたいと思っております。24歳で最年長ということで、なんだか私たちもそんな一番上の年齢になってきたんだなということも感じつつ、少しずつ私自身も大人っぽく成長していけたらなと思っているので、ちょっと渋めというか華やかな渋めなお着物を着させていただきました。うちの可愛い高坂ちゃんが18歳ということで、改めておめでとうございます。でも世の中的にも18歳が新成人ということで、まだ20歳までね、できないこと、お酒だったりとかがちょっとできなかったりとかはしつつも、大人の仲間入りということなので、小坂ちゃんも含め新成人の皆様には、羽目は外しすぎず、楽しい、残りの、ね、2年間、20歳までの2年間も、大人であり子供である一番素敵な期間かなと思うので、楽しく生きていっていただけたらなと思っております。おめでとうございます。